花から敬う気がねえんだよ。大丈夫、僕最強だから。てめえも術師だろ。弱いもん。君が死ねば中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。ごめん、それ俺食べちゃった。マジ？あれ？本当だ、混じってるよ。最近の老人は守護がでかくて参るよ、本当。No。 より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。まあ大丈夫でしょう、俺たち最強だし。だから天元様も俺たちを指名したんだろ。さっきやったよね。別にパンピーに見られたってよくね。ほらほら。ね、僕はこのまま握手してもいいんだけど。無敵の笑顔だ、ラストメディア。さすが教祖様、太っ腹だね。違う違う、言ったでしょ、見学だって。今この子にいろいろ教えてる最中でね。気にすんな、俺も苦手だ。男の名前覚えんのは。君は気にせず戦ってよ。これで賞金に釣られるのが、バカからまともなバカになる。呪力がないから気配も読めない。神頼りなわけじゃねえ。あいつに巻きついてる呪霊、そっちの気配を追えばいい。それにしても早すぎんだろ。術式順天、出力最大、アオ！遮蔽物なし、奇襲はできない。森に隠れたか。俺は危ない。手ぶらの俺も気取る勘の良さ。このジグからにじみ出る異質な呪力を陸眼のお前が見落とすわけがねえ。よう、久しぶり。マジか。おーマジ。元気ピンピンだよ。反転術式。せっかい。お前に喉ぶち抜かれた時、反撃は諦めて、反転術式に全神経を注いだ。呪力は負のエネルギー。肉体の強化はできても再生することはできない。だから負のエネルギー同士を掛け合わせて正のエネルギーを生む。それが反転術式。言うはやすし、俺も今までできたことねえよ。まるで唯一できるやつは何って。ペラペラと。こいつ灰になってる。だが死に際で掴んだ呪力の核心。お前の敗因は俺を首ちょんぱしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。はい、勝負はこれからだろう。ああ、そうか、そうだな、そうかもな。術式反転。獣が。
骨は言ってねえな。今の衝撃波が無加減呪術、術式反転赤か。反転術式によって生まれた生のエネルギーをてめえに刻まれた無加減の術式に流し込んだってわけか。1、止める力、ニュートラルな無加減呪術。2、引き寄せる力、強化した無加減呪術、青。そして3、弾く力、術式反転赤。全て問題なし。違和感。違和感。いや、これでいい。殺す。ごめん、天内。俺は今、お前のために怒ってない。誰も憎んじゃいない。今はただただ、この世界が心地いい。天上天下、唯我独尊。代々伝わる送電の術式のメリットは取説があること。デメリットは術式の情報が漏れやすいこと。あんた全員家の人間だろう。無加減呪術のことはよく知ってるわけだ。だがこれは五条家の中でもごく一部の人間しか知らない。順天と反転、それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を押し出す挙式紫。Yo, fuck.